いくら明9月2日から1972年6月16日は、日本の政治家で、立憲政友会民主自由党、自由党所属の衆議院議員。富山県東都並郡中電町出身。早稲田大学政治経済科に学んだ後、著述業に従事した。1913年第一次五県運動に際して、不戦運動に取り組み、 翌1914年不戦運動規制同盟会が再行されると、直ちに入会。その後立憲声優会員会団に入り王の万博と共に、声優会員会団員として、活動、第25件運動にも、声優会員外団員の一員として王野と共に、参加。牛込区会議員、東京市会議員、同参事会員を歴任した。1930年、 声友会公認で第17回衆議院議員総選挙に出馬し初当選以降連続4回当選1938年声友会総務に就任翌1939年声友会が分裂すると中島区平総裁が率いる声友会革新同盟に参加し革新同盟の総務に就任百四十二年の翌3選挙では 非推薦候候補補として候補して立落選戦後は1949年の第24回衆議院議員総選挙と1953年の第26回衆議院議員総選挙に当選。合計で6回総選挙に当選を果たした。その間民主自由党総務や自由党総務、衆議院懲罰委員長を歴任した。ありがとうございます。